皆さんおはようございます。たかゆきの Vlog へようこそ。本日はこちらのサフィールのチューブリークリームなんですけども、こちら色がネイビーなんですね。でこのネイビーのクリームで黒い革靴を塗ると、どうやら光を浴びるとほんのり青みがかった靴に仕上がるっていうことを聞いたので、ちょっと買ってみました。一体どのような仕上がりになるのか、やっていきたいと思います。それではまずシューツリーを入れて、曲げブラシでほこり落とし、では前回こちら表面磨きをしてしまったので、こちらのブートブラックのハイシャインクリーナーで汚れを落としていきます。あらかた落とせたんですけど、ちょっと細かいところをステインリムーバーで落としていきたいと思います。綺麗に落ちたので、本題のサフィールのチューブリークリームですね。これ初めて使うんですけど、ではおお、なんで液体が。では早速磨いていきたいと思います。この手のタイプ独特なんですかね。最初なんかめっちゃ液体が出てきたんですよね。僕のだけかな。いいかな、これで。一応いけたかな。では、ぬだけブラシでブラッシングしていきたいと思います。ツヤはやっぱ出ますね。綺麗。はい、いかがでしょうか。まあそうっすね、黒ですよね。でも、いやこれはもう本当に青色のクリームを塗ったかなっていう心理的なものもあるかもしれないですけど、若干青みがかったような黒かなっていう感じがするんですがいかがでしょうか。まあ、ちょっともう暗いんで明日になってみないとわかんないんですけど、と外に入ってみるの楽しみですね。いろいろな靴クリームとか、ワックスとかたくさん試していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。